これ自転車一番お金かけるべきはサドルじゃないかと。はい、こんにちは、八野です。この動画では YouTube のコメント欄や私の LINE アットにいただいた質問やコメントに回答していきます。今日のメニューはこちらです。トラストダイスのコメントですかね。これは質問というよりも、いただきましたので反応していきたいと思います。ステッパー、こちらもコメントですね。はい、いただきました。3つ目、自転車のサドルということで、昨日の夜ですね、自転車のサドル交換しましたっていうね、動画を上げたんですけれども、それに対しての、コメントですね。来たので反応していきます。で、4つ目、コアマイニングについて、こちらがご質問ですね。なので今回はご質問1件だけですね。他はコメントに対して私が感想を述べるということになります。はい、まずはこちらですね。トラストダイス、いつも解説ありがとうございます。何も考えずイーサリアムにしてました。1回あたりの金額見てから USDT に切り替えましたと。はい、いうことで、そうですね、私も最初トラストダイス始めた時に何も考えずにイーサリアムにしていました。でね、ちゃんと計算してみようと思って計算してみたらね、USDT が一番お得だったっていうことに気づいたので、それからですね、でこの動画の中でも、報酬アップして、ほぼほぼ全部の暗号通貨が 1.3 倍くらいになってるんですけども、やっぱりね、 USDT が一番お得だったので、今は USDT で、クレームするのがいいと思います。で、今後ね、ビットコインとかイーサリアムの価格が上がってきた時に多分ね、逆転するんじゃないかと思います。 USDT よりもビットコイン、イーサリアムの方がお得だよっていう風になると思いますので、その時はね、切り替えればいいかなと思いますので、今のうちは USDT がお得なので、またね、暗号通貨の価格が上がってきて、その逆転が起きたら、その時はまた動画で、報告ね、共有したいと思いますので、それまではひたすら USDT でクレームし続けていただければお得にもらえると思います。そしてもう一つですね、こちらの方にもね、お名の字方からコメントありましたけれども、ウォークツアーアプリの紹介ありがとうございます。早速クオカードペイ交換してみました。瞬時に交換できて信頼できるアプリだと思いました。ビットウォークも結構貯めやすいと思うのですが、八野さんはやってますかと、いうことなんですけれども、そうですね、私もつい最近ですね、650ポイント貯まったので、早速ね、アマゾンギフト券ですねの方に交換しましたと。で、すぐにね、ギフトコードが出てきて、で、それをアマゾンの方に入力するとちゃんとね、ギフト券分、500円分のギフト券ね、交換できましたので、こういうね、商品もらうときって結構申請してから時間が経ったりとかするんですけれども、やっぱギフト券だとすぐにね、コードを入力するだけでもらえるので、これは本当に便利だなと思いました。なのでね、ステッパーおすすめですので、ぜひね、やってみてください。あと、ビットウォークなんですけれども、実はね、私も今やっていて、動画撮ろうかなと思っていたんですけれども、若干ですね、やっぱり広告を見て回収するのが結構うざいっていうか、毎日ね、夜になるとその回収するのに広告をたくさん見なきゃいけないということで、結構その広告見て回収っていうのが多いですよね。ステラウォークもそうですし、ステッパーは広告見てっていうよりもこうね、ボタンを連打してっていう感じなので、まだマシなんですけれども、ね、ある子とかも広告を見て回収しなきゃいけないので、それがやっぱり若干辛くなってきたかなと。で、ビットウォークもですね、広告見なきゃいけないんですけれども、結構ね、1000歩でね、1動画見なきゃいけないねっていうのに対して、ビットウォークはですね、500歩ごとに広告を見なきゃいけないので、これが結構大変かなというところで、若干ちょっとね、紹介しようかどうか悩んでるくらい、です。それがなければね、本当におすすめしたいんですけども、やっぱり広告の数が尋常じゃないね。1万歩とか歩くと多分ね、40個くらい広告を見なきゃいけないので、それってどうなんだろうと思ってて、若干ね、動画を作るのを躊躇していますっていうのが、正直なところです。多分そのうち動画作ると思うので、そこでね、詳しく解説していきたいと思います。
はい、そして3つ目がですね、昨日の夜アップした動画なんですけれどもね、自転車のサドルが壊れたので、交換しましたと。で、交換したらですね、すごく快適になって、あそこのね、サドルを交換するだけでこんなに自転車って乗りやすくなるんだっていうのをすごくね、私が実感したので、これ本当はね、最初は単純にサドル交換方法ってこうやればいいんですよみたいな動画を撮ろうと思ってたんですけども、もうあまりのその乗り心地の良さにちょっとね、趣旨を変えてね、ここにも書いてありますけど、たった980円で自転車が快適にっていうね、この980円っていうのがこのサドルを購入した代金なんですけど、結構ね、これは何ですかね、ヤフーショッピングでそのプレミアム会員価格で安くなってったので980円なんですけども、アマゾンとかあと楽天とかでもだいたい2000円くらいでね、買えるサドルですと。はい、でそれに交換したらもう本当にめちゃくちゃ座り心地が良くてね、結構ね、昨日ちょっとね、息子の誕生日プレゼントを買いに立川の方までね、自転車で片道こう12、3キロくらいあるんですけれどもね、行ってきたんですけれども、もう全然なんか疲れ方が違いましたっていうか、本当に座り心地が良くて、まずお尻が全然痛くならなかったっていうのと、やっぱりこう何ですかね、お尻が痛くないので、こう背筋をね、ピンとこう伸ばして乗ることができるとね、そうするとやっぱりなんか長時間乗れるっていうか、長時間乗ったんだけど、その疲れ方がね、腰とかへの負担が少なかったかなと思うので、これ自転車一番お金かけるべきはサドルじゃないかとね、いうふうに私は結論ね、つけましたので、本当にママチャリ、普通の本当にどこにでも売ってるようなママチャリなんですけれども、サドルを変えただけでこんなに快適になるのかっていうくらいね、私的には衝撃だったので、感動だったので、これはね、ぜひ動画撮って共有しなきゃなと思って撮ったのが昨日の、はい、動画です。でそれを見た方からの、コメントですね。私はクロスバイク乗っててお尻痛いのでネットでサドルカバー買ったのですが、あまり変わらず痛いですと。はい、私もサドル購入しますということで、私もね、サドルカバーね、結構悩んだんですよね。今ついているサドルの上にこうつけるだけで簡単にこうお尻の痛みがね、なくなりますみたいな、そういう、こう、コピーで結構売っていたので、で、手頃なんですよね、値段も500円か1000円くらいかな。なので、サドル買うよりちょっと安いくらいで、で、カバーなんで、また他の自転車にも付け替えられるかななんて思って、最初は私もね、カバーを検討してたんですけれども、ね、やっぱりこう、雨とか、こう、で、所詮カバーなので、やっぱり座ってるとずれるかなとかっていうことを想像して、これはやっぱりね、ちゃんとした サドルを買おうと思って、はい、でこのね、動画で紹介しているサドルを買ったんですけども、これが本当にね、もう本当に気持ちよくて、ね、もう本当おすすめしますので、ぜひね、皆さんもちょっとでもね、日々の自転車ね、シート、サドルがちょっと痛いな、硬いな、お尻が痛くなるなと思ったら、本当にね、これ交換してみてください。もう劇的に自転車ライフが変わりますって言ってもいいくらい、本当に違います。全然違います。だから、ね、好みはあると思うんですけど、私はね、この紹介しているサドルがすごく、合いましたっていうことですかね。はい。なので、ぜひですね、皆さんも本当にお尻痛かったら我慢せずに、もうね、たかだか2000円、高くても3000円くらいで買えますので、ね、ぜひ検討してみてくださいね。この方も、私もサドル購入しますっていうくらい、本当にね、サドルだけで変わりますので、はい。そして最後ですね、こちらが質問になりますね。はい、コアマイニングですけれども、この動画の中の30分24秒からのコアチェーンフォーセットのところで推奨トークンの追加のポップアップが出ると来ると話でしたが、当方 Android ですが30分経っても上がってこないのですが、どうしたら良いですかと、はい、いうことですね。この方のご質問、本当にね、すごく分かりやすいっていうか、こういうふうにね、書いていただくと、私もこの時間の動画を見て、あ、ここが分かんなかったんだっていう感じで、もう本当に答えやすい質問ね、本当にありがとうございます。はい。ということで、この動画の中で私がちゃんとね、説明が足りなかったと思うので、はい、ここでちゃんと
説明させていただきたいと思いますけれども、まずね、ちょうど30分24秒のところ、この画面だと思うんですけれども、まあ、こちらにね、フォーセットサイトのアドレス入力して、で、こちらタップして、このフォーセットサイトが立ち上がるんですけれども、私はここでですね、確か自動でね、出てきた記憶なんですけれども、自動で出てこない場合は、ここですね、Add SUSDT to MetaMask と、このボタンを押すと、このポップアップが出てきますので、ね、30分も待たせてしまって申し訳なかったんですけれども、出てこないなと思ったら、はい、こちらを押していただくと出てきますので、で、これでトークンを追加ってやると、メタマスクの方にね、この SUSDT が追加されますので、はい、これでやってみていただければと思います。はい、ということでね、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。質問などはね、コメント欄の方にお願いします。で、テキストだけではね、やっぱり回答が伝わりにくいかなといった場合は、まあ動画で解説していきたいと思いますけれども、まあテキストだけでね、回答できるものはちょっと動画にしませんので、その辺はね、ご了承ください。で、今回の動画がね、良かったよ、役に立ったよ、ためになったよという方はね、いいねボタンを押していただければと思います。またですね、情報を見逃さないようにするためにも、ぜひチャンネル登録ボタンも押しておいていただけたら嬉しいです。